マドリード、マドリードはスペインの首都である。マドリード州の州都であり、マドリード州の唯一の県である、マドリード県の県都でもある。人口は約325万人。2011年の都市圏人口は541万人であり、世界第57位、欧州では第5位である。紋章はイチゴノキトクマ。 スペイン中央部のメセタ地帯のマンサナーレス川沿いに広がる。近郊にはモストレス、アルカラデーナーレス、ヘタフェなどの都市があり、マドリード首都圏を形成している。ヨーロッパ屈指の世界都市であり、アメリカのシンクタンクが2017年に発表した総合的な世界都市ランキングにおいて世界15位の都市と評価された。マドリードの日本語表記には多様性がある。 字面から、マドリードとの表記が優勢であるが、一般的なスペイン語では、小松の D がほとんど発音されないため、マドリードの表記もしばしば用いられている。英語等の発音に倣って、マドリットとの表記も見られる。一方、マドリード首都圏では、小松の D を無性ので発音して、マドリースとなる。同発音は、現地で優勢であるものの、マドリードの日本語表記では、 原音主義に従うことはなく、同表記が用いられる例は、極めて稀である。なお、スペイン語に長母音はなく、カナ表記の長音符は、アクセントのある母音が、やや長くなっていることを示しているに過ぎない。漢字による当て字は、は徳座と、マドリードの地には、戦史時代から人間が住んでいた。古代ローマ時代には、コンプルトゥム、 現在のアルカラデ・エナーレスの司教管区に属していた。マドリードが最初に歴史の記録に残されたのは9世紀に後、ウマイア・アサノが現在の王宮の位置に小さな宮殿の建設を命じた時である。この宮殿のそばには小さな要塞が建てられた。近くのマンサナーレス側はアラビア語でアルマジュリード、水の源の意と呼ばれ、そこからこの地は マジェリトと呼ばれるようになり、現在のマドリードとなった。1085年に、要塞はトレドに向かう、途上のアルフォンソ6世に征服され、モスクは教会に建て替えられた。1329年、フェルナンド4世に助言するための最初の議会、コルテスがこの都市で開かれた。セファルディム、ユダヤ教徒やイスラム教徒もここに住み続けたが、15世紀の終わりに追放された。 エンリケ三世の時代には、都市は大化の後に再建され、王は城壁外のエルパルドに住んだ。カスティーリア王国、首都トレドとアラゴン王国、首都サラゴサが連合した後、十六世紀にカルロス一世の下で、スペイン王国としての融合が進んだ。1561年にフェリペ二世は宮廷をマドリードに移した。王の公式な宣言はなかったものの、 宮廷の位置が事実上の首都となった。マドリードが首都とされたのは、国土のほぼ中央にある地理的条件や、水が豊富で気候が穏やかだったことによるとされる。1601年から1606年の短期間、フェリペ三世が宮廷をバリアドリッドに移したが、1606年に再び首都はマドリードに戻った。 スペインの黄金時代にマドリードは新大陸から流入する富によって栄え、ミゲルデセルバンテスを筆頭に、ロペデベガ、フランシスコデケベード、ルイスデコンゴラ、ペドロカルデロンデラバルカなどの文人や、宮廷画家、ディエゴ・ベラスケスといった芸術家がマドリードを拠点として次々と作品を発表していき、文化の一中心となっていた。18世紀にフェリペ・ゴセイは、 ヨーロッパの首都としてふさわしいようにマドリード王宮を含む新しい宮殿の建設を行ったもののマドリードが近代的な都市となったのはカルロス3世の代であった彼の時代に当時の市街の東端にあった王室の土地がレティーロ公園として整備されて市民に開放されまた現在プラド美術館として使用されている建物が建設されたマドリードの歴史の中で 最も人気のあるカルロス三世は最良の市長であり王と呼ばれた。カルロス四世が即位するとマドリードは反乱を起こした。1808年、息子のフェルナンド七世に率いられたアランフェスの放棄の後、カルロス四世は退位し、スペイン王家はフランスに追放されて、ナポレオンの兄であるジョゼフ・ボナッパルトが補正一世としてスペイン王位につくこととなった。5月に、 ナポレオン・ボナパルトの部隊が補正を大いにつけるためにマドリードに入場した。5月2日、これに反発するマドリード市民はフランス軍に対して反乱を起こしたが鎮圧された。この時の光景を画家フランシスコ・デ・ゴヤが描いたものがマドリード1808年5月3日である。しかしこの放棄はスペイン全土に波及し、1814年まで6年間に わたって継続するスペイン独立戦争の唇を切る形となった。1814年に最終的にナポレオン軍は敗北し、フェルナンド7世が大いに復帰したが、復帰したフェルナンドは極端に復古的な政治を行ったため、19世紀の間は自由主義派と保守派の争いが続いたカルリスタ戦争。20世紀に入ってもマドリードは 産業があまり起こっておらず、経済的には非常に停滞していた。スペイン内戦、1936年から1939年では、マドリード市内は戦場となった。マドリードは内戦が勃発した1936年7月19日から20日にかけて、反乱軍の放棄が起きたものの瞬時に鎮圧され、人民戦線の手に残された。そして、 内戦期を通じて人民戦線側に保たれ、バルセロナやバレンシアと並ぶ政府の拠点だったが、1936年11月、マドリードを奪取しようとするフランコ軍が猛攻撃を開始し、政府機能はバレンシアへと移された。この猛攻はしかし、政府軍の抵抗によって食い止められ、以降マドリードは3年間抵抗を続けるものの、 1939年3月28日に降伏した。この降伏によって共和国側は最後の拠点を喪失し、3日後の3月31日にはスペイン全土がフランコ軍によって制圧され、4月1日にはフランコがマドリードに入場して内戦の終結を宣言した。マドリードは初めて民間人を標的とした航空爆撃を受けた都市となった、を参照。 フランコ軍の勝利とともに、マドリードは再びスペインの首都となった。フランコの独裁時代の間、マドリードの南は工業化され、多くの移民が地方から流れ込んだ。マドリードの南東沿いにスラムが形成されたが、文化的、政治的な活動の舞台ともなった。フランコの死後、フアンカルロス一世の下で民主化が進み、マドリードは、 イベリア半島の経済的な中心としての地位を固めた。1981年2月23日にはこの民主化の流れに反対するアントニオ・テヘイロ・チューサラがマドリードの国会議事堂を占拠し、いわゆる 23F と呼ばれるクーデター未遂事件を起こしたものの、不安カルロスの過断な対応などによって翌日に地圧され、以後民主化は一層進むこととなった。 2004年3月11日、マドリード市内のアトチャ駅など3つの駅で、マドリード列車爆破テロ事件が発生し、191人が死亡し、2000人以上が負傷した。この事件は3日後の総選挙に大きな影響を与え、国民党が退陣してスペイン社会労働党に与党が移り変わる結果となった。マドリードは2012年夏季オリンピック。 2016年夏季オリンピック、2020年夏季オリンピックの開催都市に立候補したが、いずれも開催地決定投票で脱落した。欠片の気候区分では、温帯に属する地中海性気候の草となる。標高が667メートルと比較的高い。ことから冬は、やや寒くなり、しばしば氷点下を下回ることがある。地中海性気候であるため降雨は冬に多く、 10月から5月にかけて特に10月から12月と4月から5月に雨が多い。逆に夏は乾燥し気温も摂氏30度以上まで上がることがしばしばある。マドリードの2008年における都市 GDP は2300億ドルであり世界第26位である。欧州ではロンドン、パリ、モスクワに次ぐ第4位。 アメリカのダウ・ジョーンズらが2013年に行った調査によると世界32位の金融センターと評価されている。マドリード市議会は57人で構成される過半数29議席。1991年以降国民党から市長が選出されてきたが、2015年の総選挙で市民プラットフォームの地域政党、 ポデモス支援のアオーラ・マドリードが20議席獲得し、9議席獲得したスペイン社会労働党と連立することで同党のマヌエラ・カルメーナ・カストリージョが24年ぶりにサハ市長が誕生した。国民党は21議席獲得したが、7議席獲得したシウダダ,ダノスと連立しても、過半数にわずかに届かず、社会労働党との連立交渉も挫折し、ゲアすることになった。 マドリード市内は21の行政区、D ストリートに分けられ、行政区内はいくつかの地区、ボリオに分けられている。この行政区は、伝統的な地区とは一致しない。各行政区は、区住民が参加した、行政区評議会によって運営される。マドリードの現行の行政区区分けは1988年に行われ、現在以下の行政区と地区に分けられている。 アドルフォ・スアレス・マドリードイコール、バラハス空港が市内の北東1 2トルの位置にあり、地下鉄で結ばれている。ヨーロッパや南北アメリカ各国からの便が就航しており、さらに2016年10月19日より、イベリア航空マドリードと東京、成田を結ぶ直行便が再就航した。これにより、日本とスペインを結ぶ直行便が約18年ぶりに復活することになった。 ターミナルは4つ、T1、T2、T3、T4 あり、行き先によって使い分けられている。地下鉄には、T2、第2ターミナルと T4、第4ターミナルで乗ることができる。2006年12月30日には、テロによる爆破で T4 の駐車場の一部が破壊された。レンフェ、スペイン国鉄の主な駅としては、南部に、アトーチャ駅、 北部に、チャマルティン駅がある。全部で9路線あり、通勤・通学のための近郊列車セルカニアスのほか、アンダルシア州のセビリア・ヤマラガ、カタルーニア州のバルセロナ、カスティーリア・イレオン州のバリアドリッド、カスティーリア・イコール、ラマンチャ州の州都で、マドリード・線と以前の首都であったトレドを結ぶ、高速鉄道をアベイが通じている。長距離路線が多く、駅のターミナルは、さながら空港のようである。 荷物検査もあり、鉄道を利用する場合は、余裕を持って行動しなければならない、と言っても、空港とは違い、15分から20分ほど前に到着すれば問題ないが、市内と郊外には、マドリード地下鉄が縦横に走っている。マドリード地下鉄の開業は1919 19年であり、最初の路線は1号線の一部の 3.5km であった。 マドリード地下鉄には13の路線と295の駅があり、総延長は 280km 以上に及ぶ。市内をほぼ網羅しており、市民、また観光客の足として活躍している。地下鉄当局によれば、1日に250万人、2009年には、延べ約6.5億人が利用している。地下鉄網の発展は目覚ましく、2007年春には、 南北の新市街地を中心に大規模な拡張工事が行われた。新設されたライトレールの3路線を含め新しく付設される約8 1トルに79個もの駅が開業した。またこの一環でバラハス空港第4ターミナルへの地下鉄乗り入れが実現している。マドリード・コンプルテンセ大学はスペインで最も大きく伝統のある国立大学である。 1499年にアルカラデエナーレスで創立されたが、その起源は1293年に遡る。1836年にマドリードに移設され、1927年に現在の位置に移された。スペイン内戦でこの大学の地区は戦場となった。マドリードには国際連合の専門機関である世界観光機関 WTO、 アンワとの本部が置かれている。また、イベロアメリカ首脳会議を主催する、イベロアメリカ機構の事務局や、大西洋マグロ類保存国際委員会の本部事務局がマドリードに置かれている。マドリード市は、スペイン国内において、人気の高い観光地の一つであり、いくつもの名所が存在する。マドリードは2012年夏季オリンピックの開催地選考に臨んだものの、 イギリスのロンドンに敗れたロンドンオリンピック。続いて2016年夏季オリンピックの開催地選考に臨み、決戦投票までは進んだものの、ブラジルのリオデジャネイロに敗れたリオデジャネイロオリンピック。さらに2020年夏季オリンピックの開催地選考に臨んだが、1回目の投票で日本の東京とトルコのイスタンブールに敗れた東京オリンピック。 サッカーの国内最上位リーグであるプリメーラディビションで最多優勝回数を持つレアルマドリードはエスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウをホームスタジアムとしておりサポーターはマドリーディスタスまたはメレンゲスと呼ばれるレアルマドリードは世界で最も著名なサッカークラブでありフィ f ファが20世紀最高のクラブに選出している UEFA チャンピオンズリーグでは 史上最多の12回優勝している。レアルマドリードのローカルライバルはアトレティコマドリードであり、エスタディオ・ビセンテカルデロンをホームスタジアムとしている。アトレティコマドリードはプリメーラ・ディビシオンで10回、コパデル・レイで10回優勝しており、UEFA チャンピオンズリーグでは1回、準優勝している。チームカラーの赤と白にちなんで、選手やサポーターはコルチョネロスと呼ばれる。 ビリアデバリエカスクを本拠地とするラージョ・バジカーのマドリード郊外のヘタフェを本拠地とするヘタフェ CF もリーガ・エスパニョーラに所属している。サンティアゴ・ベルナベウとビセンテ・カルデロンは UEFA4 つ、ボシスタジアムに認定されており、1982年にスペインで開催された 1982FIFA ワールドカップの際には、サンティアゴ・ベルナベウが決勝戦の舞台となった。 マドリード出身のサッカー選手には、エミリオ・ブトラゲーニョ、ラウル・ゴンサレス、イケル・カシー・ジャズ、フェルナンド・トーレスなどがいる。マドリードには、スペインのバスケットボールの中心地であり、2クラブが、国内最上位リーグであるリーガー・アッコブに所属している。レアル・マドリード・バロンセストは、リーガー・アッコブで30回、コパデル・レイで22回、ユーロリーグで9回、サポルタカップで4回、 インターコンチネンタルカップで4回優勝しており、バスケットボール界の参加も2度達成している。CBS ・トゥディアンテスはコパデル・レイで3回優勝している。1929年に建設されたネオム・デハル様式のラスベンタス闘牛場はスペイン最大の闘牛場である。この闘牛場は世界中の闘牛の中心地であるとされ、約2万5000人を収容する。 マドリードの闘牛シーズンは3月から10月である。守護聖人を称えるが5月中旬から6月初頭にかけて行われ、三石泥祭の際には、連日闘牛の興行が行われる。三石泥祭以外では、シーズン中の国民の祝日に、闘牛の興行が行われる。オフシーズンのラスベンタス闘牛場では、音楽コンサートや、その他のイベントが行われることもある。 ウェルダー・エスパーニャのゴール地点は原則としてマドリードである。マドリードは以下の都市と姉妹都市関係を結んでいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。